こんばんは。こんばんは。オーシャンズ編集長の原亮太です。スタイリストの菊池真介です。はい。今日はパンツのお悩みです。はい。はい。ワンマイル系の楽なパンツでお二人が冬に履くのって何ですか？という44歳東京都 IS さん。うんうん、まあ夏はね短パン。うん。今年は短パンの寿命も長かったけどね、うん、ずっと短パンで上ロンティーとかそういうので来れたけどもうだいぶ無理かなっていう感じの中、ワンマイルの前回やっただからあの ゆるパン系ですよね。あ、まあそうね、あの時あんまり短パンが得意じゃない僕とかね、そう、あのイージーパンツ履くとか、うん、なんかそんな回またね概要欄に載せておきますけど、はい、っていうのももう冬版、冬版、まあ楽だけど、うん、まあある程度外に出てても大丈夫みたいなのってどんなの履いてますかっていうので、まずはねちょっと私物から。はいはい、私はですねコーデュロイのちょっとアンクル丈ぐらいの、これだから今日はあれってことだ、これワンマイルスタイルってことなの？違います。違うんかい。別にちょっとお悩み事前の打ち合わせで伝えてますよね。いやいやいや、イージーパンツイージーパンツイージーパンツっていうだけです。そのワンマイル系の楽なパンツってイージーパンツに見えないことが結構重要なわけでしょ。あ、まあね、うん、要は寝巻きに見えないってそうです。あ、よかったです。どう、別にそのワンマイルってことは意識してない。突然違いますって言うからなんか逆の意図理解されてないかなと思って。街に出れる格好ですよ、はいはいはい、もうでこう見えてこれはもう普通にあの紐でゴムでこういう、うんうんうん、これはあのねミスターハリウッドなんですよ。へえ。これしかももう2017年ぐらいの秋冬のやつ、うんうん、あ、結構前のやつ、結構長いこと僕これ気に入って履いてらっしゃると。はい、あの冬の時期は、うんうんうん、こういうコーデュロイのやつでね、これもそうです。あの概要のところに貼っときますが、あの前履いたあのワックスロンドンのね、はいはいはい、あのイージーパンツのね、うん、カートトラウザーよかったね、はいはいはい、今年多いですね、ね、増えてるコーデュロイ。また原さんのこれね、あの、うん、ベネックスって、うん、リカバリーウェアと一緒に種市さんと 3社で作った、あ、ジャージ系のね、そう素材なんだこれ。なんでリカバリーウェアで、これあの履いてるだけで疲れ取れちゃう、疲れ取れちゃう、あの副交感神経が優位になって、むしろこれ履いて車の運転とかしちゃダメ。あ、リラックスしすぎちゃう、本当にあの睡魔が来ちゃうの。来ちゃう、もうね、そんぐらい副交感神経来てるの今。来てる。いい加減にしろよ。もう今集中しろ。あんまり。いや今入っちゃダメでしょ。あんまり今ね。本番ですよ。ピントがあって。いやいやいや、ちょっと待って。出かけない？出かけないのじゃあもう。出かけられる。でも移動コンセプトがもう移動するときを休養の時間にだから。おー、なるほどね。そう、でも本当にだから車とか乗らなければ普通にそのあたりね、ワンマイルで出かける時とかは眠くなる成分が入ってる。ナノプラチナとか鉱物が繊維に練り込んであって、うん、あ、それがいわゆるピップエレキ板みたいなことですね。まあ そうそうそう、時期とかそういうのと同じ、うん、あの効果が作用があって、でそれで交感神経が基本的に高いと緊張してるんだけど、なるほどなるほど、それが副交感になると一気に緊張から弛緩になって、あ、うん、っていう感じ。血管とかも拡張するから血流も良くなって、どうどう、うん、おきろよ、寝ちゃうのかむにゃ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 言ってるよでもこれもうあと2個持ってきたんですけど、これニューバランスと、うん、クライマーズクライマーズ、これもちょっとアンクル丈ぐらい、ね、そう、うん、でこれも裾は絞れる。であのこういうの選ぶときに、うん、俺あの絶対セットアップで着れるものを選んでる、これもあのこう上があって、あ、でそうなんだ、これも友達の上のパーカーとかあるじゃない、でこれもあのジャケットがあって、確かに確かに、もうねあのちょっとあれだなと思ったらその上上下でセットアップできると、うん、まあ、何でももう まとまるっていう、あ、それはまた楽で、それがまた寝巻きっぽくはならない、ならないっていうので選んでます。なるほどね、はい、ってことで、はい、今期の今期のねおすすめの
まあイージーに見えすぎない、うん、イージーパンツっていうのを、菊池くんに持ってきてもらったと。今年実は街はイージーは当たり前なんです、ね、当たり前なんです、ね、あそう実は街はイージーは当たり前なんです、ね、今年は集めてみれば、まあ、イージーだらけなんですよ。まあざっくりどういうこのまあまあ僕コーディロイ履いてるんですけど、うん、このコーディロイパターンで、うんはいはい、そちらのブランドがはいこれはあパーラーパーラーはいこっちはこのパンツ大好きなんですけど、うん、これスティルバイハンドスティルバイハンドはいはいはいそれちょっとタック入りで、うんうん、まあ見え感はねこっから下で見たらもう普通 に, 確かにスラックスとまではいかないいかないけどねいわゆるトラウザー系のパンツに見えると、うん、はいはいというのがありますゴムですこれも上でこちらはこの辺からちょっとスラックスっぽく見えるタイプああなるほど、まあ、ウール地の素材でそういう、まあそうですね、トライザーズっぽいものとあとこちらも形がスラックスっぽいと、うん、まあ確かにインプリーツのタック、うんうん、こっちはまあチョークストライプみたいなでなクリス入ってるけど下はちょっとジョガーの仕様になってるんですけ ど、はいはいはい、こっちはリーベックでこれはねプロダクト12なるほどそういうのがありますこれも全然いいでしょでこの辺からドローコード系なんですけど、うん、あこれは今私が履いてるようなそう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 たっぷりとした、うん、たっぷりとしたちょっとワイド、はいはいはい、ワイド系のスラックスに見える、うん、でこっちはレザーですよカーパンーこれヘリルリアルレザーリアルレザーっすよ、リアルレザーでこれでこれもんで履けるっすかなるほど大人でしょ大人種市さんとかねあでもお似合いになりそ う、うん、これもドローコードタイプなるほどで裾も絞れると絞れるっていうようなざっくりそれブランドなんですかこれヘリルあこれアンフィーロですそうアンフィー ロこれおしゃれですよねうん友字うん友字いいよね腰紐が友字だとこう垂らした時にう これもそう馴染みがいいのと変に悪目立ちしないねイージーなんだけどだらしなく見えすぎない、うん、見えないこういうねはいはいはいわざわざこれあの平紐作るの大変ですからね皆さんというようなそうだから3タイプ、ま、街ではもう実は街は彩ってますよ。イージーなパンツが彩られてます、ね、おじさんたちの腰周りがね、うん、緩んできてる、ね、ゆとり世代心配ですね冬が心配、うん、じゃあ履いてみる履いてみましょう私これアンフィーロ行こうかなああいいと思いますじゃあ俺お行ってみるこれ行ってみようかでもストライプとこうコーディロイで縦縞おじさんにならない、まあ、すんごい長く見えるかもねちょっと縮尺が悪くなっちゃうかも見たいねえ見たいシューンってなってるかもちょっと行ってみましょうはいせーの引くお縦長だなどうですか長いっすかいや長くないですね。ね、うん、あんまり違和感ない、うん。しかもこの太めのねコーデュロイが。そうだね、うん。コーデュロイパンツってもうちょっとゴワッとするかなっていう気がしたけど、めちゃくちゃ楽。いやそうだよね。しかもこのテーパード効いてるから、うん、こういうローカットのローテックスニーカーでもこう裾ずらなくて。確かに、うん。いいかも。ぴったり。でも寝巻きには見えないね、やっぱりこれいいなこれ全然使えちゃうんだよねで私のはアンフィーロ、はいはい、これはアンフィーロいやこれもいいねこれ何サイズこれはね L 寸です L、うん、うんうんうん確かにもう全然寝巻きどころの騒ぎじゃないよねスラックスっぽい、うん、ちょこう結んでね紐はちょっと垂らしてみたりはしましたけどまあ、前閉じてね、うん、来ても全然いいでしょうそういや使えますよ、うん、これはなるほどもう確かにもうこういうの1本あったらね、うんまあ、ワンマイルどころかっていう感じがそうですもういけますよなりますねそれこそ飛行機でね、うん、楽ちんだったりするしそうだねそんな時にこう活躍するんじゃないかなっていう気はしますけど新幹線とかねそう、ね、新幹線とかもね楽はしたいじゃんうんでも寝巻きでっていうのもねっていう時そうなんかジャージみたいなのね、うん、着てるっていうのも恥ずかしいなっていう時にいいのかなと思います、うん
町は今は冬は冬は実はイージーに溢れてる早く町行きたくなりました。町行く？これで行く今な。行こう。あれから縦長だなと思われないかな。通り過ぎるし、ね。大丈夫か。縦島だなと思われると。縦島だなと思われる。横島だし。いいね。いいね。糸だね。ね。糸の歌をさ。縦の糸はあなた。あなた。なた横の糸。私。私。中島みゆきでした。ここはカットなんで。いやいや、ここはあの、いや、生かします。もう、だ切らせません。いらないって思ってるし。いや、いらないきっと思ってます。ということで、イージーパンツね。イージーに行きましょう。はい。あの、冬はこんな感じのやつで、ワンマイルからそれ以上に出てってもらえたらと思います。ということで、また来週。さようなら。さようなら。